はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、酎ハイですね。男梅サワーです。手塩にかけた、心にシュワッと梅味と。アルコール度数 5%。これ復活と書いてあるんです。ちっちゃく。なんで以前にもあった、みたいですね。札幌です。札幌かけるノーベル製菓。大好評、しょっぱいうまさ。梅果汁 5%。ですね、この、男梅っていうのは、このノーベル製菓で作られている。まあ、男の梅っていう、まあ、星梅とか、ね、あと、キャンディがあるんですけど、これ、俺、食べたことあるんですけど、ものすごい、美味しい。で、しょっぱい。しょっぱいというか、酸っぱいというより、しょっぱいの、部類ですね。で、この後ろに、うめえ男は、一、男の中のおこと、男たれ。は？男の中の男たれ。一、酒は機嫌よく飲め。一、人には腹を立てるな。一、恩は遠くから返せ。一、飲んでも約束は守れ。だそうです。ね。原材料、梅、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、果実色素、ビタミン C、カラメル色素、となってます。まあ、またちょっと、はい。男前料理人兼。これ、なんだっけ。男前豆腐の、なんだっけ。冬物語飲んだ時の食ったやつです。同じやつですね。片割れです。ね。うん。まあ、これを、つまみにまたね、いただきたいと思いますけども、まあ、酎ハイにつまみっていうのも、あまり俺は、しないんですが。よいしょ。よかった。うん、もう、賞味期限間近なんで、食っとかないと。最近ね、賞味期限切れでね、ものすごいね、アホなことだいぶやらかしてるんですけど。結構俺、お菓子とか、なんかいろいろ食べ物系買ったりするんですけど、買ってですね、何を買ったかほとんど記憶に、残ってなくてですね。で、団子とか買うんですよ、団子。以前やったのが団子とね、あとね、マーラーカオっていう、まあ、パンですね。パンみたいなやつ。菓子パンみたいなやつです。をですね、買ってですね、買ったのを忘れてですね、気づいた時にはもう10日ぐらい賞味期限切れて昨日捨てたんですけど、ね、団子のね、78円ぐらいの団子、あるじゃないですか。ね、串団子。あれのね、ごま味がね、10日ぐらい過ぎて、賞味期限切れてて、で、見たらなんかカッピカピになって、なんか割れてんですよ。ああ、これダメだと思って。ああね、もったいないですよ。マーラーカオもね、10日ぐらい過ぎて。くっそ。結構買っちゃうんですよね。買ってなんか、生物を買ってることに気づかなくて、まあ、その他、あれ買ってるんですよ。ポテトチップスとか、ああいうの。ああいうのほら、袋に入ってるから、ほら、まあ、大丈夫ですよ。だから、まあ、いいんですけど、ね、やっぱり、ああいうの、生物はね、さすがにやばいです。ね。さすがにね、やばい。もうだって、
消費期限になってますからね。賞味期限が切れてるんだね。あれ、団子とかはね、生物だから、消費期限なんですよ。うん。こういうのは、こういうのは消費期限じゃなく、賞味期限なんです。ね。だから、まあ、過ぎても別に、まあ、大した問題じゃないんですけど。まあ、大幅に過ぎてたらあれですけど。さすがにね、消費期限の方はね、ね、一日でも過ぎたら、あれ、やばいですね。腹下しますね。賞味期限はまあ、一日とか、10日ぐらい過ぎただけだったら俺普通に食ってます。普通に食ってますからね。ああいう団子系はね、団子とか、ああいった系は絶対無理です。一日でも過ぎたら、死んじゃいます。食中毒になっちゃう。下手したら。ね。じゃあ、乾杯。ああ。あれですね。なんだ。小梅とかあったじゃん。梅干しキャンディーの、小梅の、みたいな、ああいう味です。ほとんどあれです。あれの味です。うん。別にそこまでしょっぱくないな。これ男梅サワーっていう感覚がないぞ。男梅ではなく、これ、名前がこれ男梅じゃなくても、普通のいわゆる、小梅キャンディーサワーとかで、全然いける。しょっぱさが足りない。これは。これほんと男梅の、干し梅あるんですけど、ちょっと高いんですけど、あれ美味しいです。干し梅とか大好きな人は、ぜひ、ね、食べてみてください。コンビニ普通に売ってますからね。ただ値段200円ぐらいするけどね。まあでも、うん。酸っぱいというよりしょっぱいに重点を置いた、干し梅ですね。あれは。あれは本当に美味しい。これ梅大好きですけど。うん。干し梅とかも大好きですけどね。たまにさ、甘い干し梅あるでしょ。あれまずいよね。うん。あれはまずい。やっぱしょっぱくない。ダメですね。大好評しょっぱいうまさって書いてあるけど、別に、これ買うんだったら、ね。これ買うんだったら、普通に男梅の、これ、うん、干し梅買って、それに、焼酎にその中にそれ入れて、ねえ。その方よくね。ちょっとこれ残念ですね。これ男梅大好きなんで、このノーベル成果も、男梅、干し梅は大好きなんで。なんか、残念ですね。全然しょっぱくない。むしろ、甘い。まあ、チューハイだからあれですけど。男梅でググりましょう。男梅。これですね、普通のキャンディーとかもあるんで、タブレットもあるし、蜂蜜男梅干し梅っていうのもあるし、グミもありますね。
まあ、俺のおすすめは、やっぱり、男梅、干し梅ですね。タブレットとか、キャンディー一番おすすめじゃないですね。俺の中で。てか、俺そこら辺になかったっけ？あったあった。まあ、残ってる。ほら。偶然男梅のキャンディーがある。キャンディープレミアムとか言って、梅果汁 30% アップとか言ってんですよ。でね、中にね、なんかすっげえホコリ、めっちゃホコリかぶってる。これもあれなんじゃない？賞味期限切れてるとかないよね。あ、これは全然大丈夫。あのね、中にね、濃厚梅パウダーっていうのが入ってる。らしいんですけど、俺結構衝動買いするタッチなんで、こういうのを見つけて、やったーとか言って買うんですけど、一粒か二粒食って、あって感じで、もう投げちゃうんですよね。これですね。これだったら絶対干し梅買った方がよかったわ。もうなんかね、キャンディーでね、男梅キャンディーとかって書いてあるんだけど、別に、小梅ちゃんと変わんねえ味なんですよね。なんか。対して。そこまでなんか、男梅っていう、味でもなんでもない。で、プレミアムとかって書いてあるよ。全然プレミアムじゃない。これでも一袋200円ぐらいするんですよ。くそ。普通に男梅、干し梅買えばよかった。でも干し梅だと、やっぱ男梅が一番うまいっすね。今まで食ってきた中の干し梅。俺干し梅はいろいろ買ってますけど、買ったことありますけどね。この男梅干し梅は、正直冗談抜きでうまい。これは。冗談抜きでうまい。基本的に干し梅っていうのは酸っぱいか甘いの二種類しかないんですよ、大体。ただこれの場合、酸っぱしょっぱいんですよね。なんていうか。酸っぱいししょっぱいんですよ。これは。まあ。これはね。てかまあ。干し梅好きな人でこれ知らん人、まあいないっすね。逆に。男梅の干し梅をこれ見たことない。コンビニでもだって売ってるんだから。ね。コンビニで結構干し梅って売ってるんですけど、あれですね。だから、結構最近はコンビニのプライベートブランドで、干し梅とか売ってたりするんで、結構いいです。ね。ちょっとこのサワーはちょっといただけないですね。なんか一番味が薄い気がする、このサワー。全然薄い。しょっぱさ。しょっぱさっていう、しょっぱさよりなんか甘さの方が、ある気する、すらするわ。なんかあれだな。ああ。ああ、今日は暑かった。
ったーというか暑い。今日ですね、ちょっとね、お祭り行ってきまして。まあ、お祭りといってもですね、ただの祭りではなく、まあ、港祭りみたいな。港で行われる祭りがありまして。まあ、主に海産物。魚の天ぷらとか、タコの煮たやつとか、がですね、まあ、いろいろ店舗があって、まあ、地元の、すぐ、まあ、超地元のですね、まあ、海水浴場のとこで開かれたんですけど、これ行ってきて、初めてですね、あんこというのを食べました。あんこ汁みたいなのがあって、300円で売ってて、お、あんこ俺食ったことね、食ってみようって言って。食ったらね、プリプリのね、プリプリでね、なんか、餅みたいだった、軽く。軽く餅みたいだったね。グミのような餅のような感じで、プリプリプリの、割と美味しかったです。あれは。うん。で、あと俺、何買ったっけな。コロッケ。なぜかコロッケが売ってて、80円ぐらい普通にコロッケ食って、あと、あ、ホタテ。ホタテの姿焼きというか、焼き。網焼きみたいな。その場で焼いてくれたやつを、2個ホタテで、2匹の、やつ焼いて、それで500円。食って、なんかなぜか片っぽのもう一匹のやつが、なぜか冷たくて、いいと思ったんですけど、あれこれ冷えてんだけどって。びっくりしたんだけど、もう片っぽは、普通に割と厚めのやつだったんですけど、あったかかったんですけど、なんでこれ冷えてんのと思って。まあ、そこまでうまくはなかったけど、まあなんか、ね。ああ、食ったわーって感じ。なんていうの?ホタテの方が、姿焼きなんてあんま食えないでしょ。網で焼いたやつなんで。ね。食えないから食って、あと、わたあめ。いちご味。珍しいでしょ?わたあめのいちご味ですよ。200円で。わたあめピンク色のね、いちご味のわたあめだったんですけど、びっくりしたのが、大半まあガキなんですけど、やっぱわたあめだからほら、子供が、わーって、来てて、で、まあその中に俺が入って、買って、でね、暑さのためかね、なんとですね、暑すぎて、風が吹くとですね、溶けていくんですよ。わたあめが。びっくりしたわ。あれ初めてだったな。なぜか溶けていくんですよ。わたあめが。びっくりだよ、あれ。おかしいだろ。溶けてって、やっぱ基本的にほら、屋台とかのさ、あれってさ、ほら、夏だけど夜じゃん。俺行ったの10時ぐらいですかね。朝の。10時ぐらいでもうめっちゃ暑かったんですよ。普通に。日光さんさんで。で、ね。なんか溶けてんだけど、みたいな感じで。やべって、どんどんなんか液化していくんですよ、なんか。その、わたってなってる、その、わたの部分がだんだん溶けてって、なんか、こう、色が濃くなってきて、なんか、こう、ね。まあ、いわゆる、ね。
液化していくんですよ。だんだんブワーって。なんじゃこりゃーと思って、急いで食って。で、あと、何食ったんだっけな。あ、まあそんなもんですね。うん。まあそこはね、あの、お酒もね、あの、でっかい樽のお酒あるでしょ。あれを、なんか、あの、割って、ハンマーで割るじゃないですか。割って、あの、振る舞ってた、無料で振る舞ってたんですけど。まあ、あの、車で、ね、基本、みんな車なんで、うん、俺も車で来たから、ちょっと、無理だなぁと思って。あの、菊水のね、やつとか、まあ、地元の酒ですよ。地元の酒造の酒飲みたかったんだけどなぁ。はぁ、飲みたかったんだけどなぁ。まあさすがに車はまずいと。いうことで、飲まずに。ね、来てですね。で、まあその新潟の、まあ俺が住んでるとこ柴田市の市長もいろいろ来てて、うん。で、あとその、地元のね、小学生、中学生か。中学生のなんか合唱団みたいなやつのやつも来てて、なんか演奏してました。ね。まあ。うん。まあでも、あんこ食えたのは良かったね。あんこ。どう考えても、あの、なんだっけ。ホタテ？あれ、ホタテがさ、なんか、まあ、新鮮なのはいいけどさ、ホタテのバター焼きなんだけどさ、なんか、ジャリジャリしたりさ、するじゃん、ほら。貝ってさ、大概。アサリとかでもさ、ね、食ったりするとジャリジャリするでしょ。あれがあったりしてさ、大してうまくなかったな。やっぱ牡蠣だね。そうそう。今思い出したけど、牡蠣がね、あのスーパーでね、牡蠣や、探したんですけど、なかったんですよ。で、おかしいなと思って、聞いたらですね、どうやら牡蠣っていうのは、あの、夏っていうか、は売ってないらしいですね。寒くならないと売ってないみたいです。だから生牡蠣食いたかったんですけど、ね。カキがなんか、最近暑いからねーとか言ってて、いつ出荷されるかわかりませんとかって言われて。あら、カキってあれなのか、年中売ってるもんじゃないんだね。あれ季節物なんだね。知らんかったわ。まあ、冬ですね。冬になったら、まあ、生牡蠣。うん。食いたいですね。生食用のやつ。買って、なんか、ポン酢かなんかでこう、キュッと酒を飲みながら。食いたいね。うん。まあ、絶対食います。にしてもこの男梅様はうまくねえな、これな。これダメだ、これ。なんか、飽きてきた、なんか。これ。ほんと大好評かよ、これ。
これ二つ星。まずい。もうなんか、ダメだね、これ。ということで、ご視聴ありがとうございました。